日本工業大学は埼玉県南埼玉郡宮代町学園大4の一日本部を置く日本の私立大学である。1967年に設置された。大学の略称は日本工大、飛行大、ネット。日本工業大学は工学系学部を中心とした大学である。1907年に創立し、後に付属校となる。 日本工業大学駒場高等学校を運営する学校法人東工学園が母体となり1967年現在地に大学を設置した。開学当時から続く見学の精神に基づき工業高等学校出身の学生を多く受け入れており工業高等学校の教育に引き続きさらに高度な専門教育が行われている。日本で唯一 工業高等学校の教育を継続、発展させることを目的にした大学であり、全国の工業高等学校から進学者が集まり、在学生の大半を占めている。一方で全国の大学と比較すると、相対的に少ないものの、高校普通科や農業工学系の学科など、工業界外の出身学生も多く在籍している。加えて、留学生別科の設置や、 社会人や帰国子女向け入試の実施により、様々な方向へ門戸が開かれているため、普通高校出身の学生が大勢を占める多くの大学と異なり、本学では多様な学生が在籍している。一年次に工業高校出身者は、高校の普通科目を保管する基礎教育が行われ、工業高校以外の出身者は、専門科目の導入教育が行われることが、 特徴である。こうして、それぞれが不足分を補うように教育が施された、あと、高度な専門教育へと移っていく。見学の精神と理念は、教室、実習室やホールなど学内各所に掲示され、在学生や訪問者に周知を図っている。学園創立100周年を契機に、見学の精神を要約した、日本工業大学の理念を新たに設定し、 二つを合わせて日本工業大学綱領として定めた。工学技術の進化と普及技術教育の理想追求と実践実践的技術創造人材の育成国際交流、産学連携の推進環境、共生社会への貢献工学理論を積極的に現実社会に活用し得る創造的技術能力を持った人材を育成する。科学技術を愛し、 その実体験豊富な人材に対し、その経験を生かした技術教育を行い、高度な技術能力を持った人材を育成する。広く世界の人々と交流し相互理解を深め、工学技術を通じて地球共生社会に貢献しうる人材を育成する。産業社会と工学教育の連携を密にし、広い実務的能力を持った実践的な人材を育成する。 豊かな工学知識と広い教養を収め、真理は愛し健全な思想を持つ建設的な社会人を育成する。サステイナブルキャンパスの充実に向け、平成30年6月1日からネット EMS として独自の環境保全活動を進めている。ネット EMS をもとにネットの環境方針を定め、全学生、全職員及び学内関連機関に周知するとともに、 広く一般にも開示され環境推進活動に取り組んでいる。1907年後に本学の付属校となる日本工業大学駒場高等学校の前身の東京工科学校が開校する。近代化を進める当時の日本は技術を持った技術者が決定的に不足し当時の工業教育は学術的だが実践的でなく本学は 実践的技術と学術の両方を理念に掲げて開校した。高度経済成長期の昭和30年代後半、産業界での技能習得に加えて、新技術導入への対応能力を有する人材、要求から、その育成に工業高校出身者の受け皿となる高等教育機関が求められるが、該当する大学は存在しなかった。 1961年、産学と保護者から支持を得た、大学を作ろうの表明に、当時東京工業高校を運営していた、学校法人東工学園が答え、1967年に日本工業大学が開学した。21世紀に入り世界的に、環境問題が叫ばれる中、2001年6月、国際規格 ISO14001 取得など、 環境問題にも取り組む。明治大正昭は平成令和交渉交渉は、日と公の文字組み合わせで、本学モットーの誠実、勤勉、明朗が色彩で示され、白は誠実、ブルーは明朗、黒は勤勉で、色調は、効果系にふさわしいものとして、野中博氏親がデザインを手がけた。交渉、日本工業大学交渉は1970年、制定され、 作詞は神保幸太郎。作曲は越谷辰之助である。学園参加、我が学者に栄光あれは1977年に制定され、作詞、作曲ともに過密全校である。それぞれ日本工業大学講演会のホームページ上で音楽ファイルが公開されている。すべての学部は4年間埼玉県の埼玉キャンパスで学ぶことができる。 学年により離れたキャンパスへ移動になることはない。平成29年度までの入学者が所属する学部である。現在も在学生が多数所属するため当面は設置され続ける。本大学院では4年生大学卒業者、相当向けの工学研究科と実務経験を有する社会人向けの技術経営研究科が設置されている。 工学研究科は学部に引き続き埼玉キャンパス。技術経営研究科は神田キャンパスに設置され、両研究科は学生層と教員が異なる上、キャンパスも離れている。工学研究科博士全期課程、博士後期課程を有する。博士全期課程を修了すると、修士の学位が授与され、博士後期課程を修了すると、博士の学位が授与される。 平成25年度4年前に新設された学部進学科の卒業生に対応するために工学研究科は改編されこれまで学科ごとに対応していた専攻を学軍ごとに対応する専攻へとしさらに全学科から進学可能な環境共生システム専攻を加えた4専攻としたそれに伴い工学研究科の入学募集定員を40名から100名へ 全学年の定員も200名へと大幅に拡大された。成績が優秀な内部進学者は学費が減免される。新しい研究科では PBL を本格的に取り入れた。工学研究科専用の研究スペースの整備を図り、課題発見能力や問題解決能力を養う実践的な教育を展開している。また、プロジェクトのテーマは、 一般企業からも受け付けている。一年時は PBL のプロジェクト科目を中心に専門領域を横断して幅広い分野を学ぶ。2年時は分野別に構成される専門領域を学習し、最終的には論文、設計を完成させる。技術経営研究科専門職学位課程を有する1年生の専門職大学院である。対象は 大学卒業後5年以上の実務経験を有する者、または9年以上の実務経験を有し十分な知識と実績を有する者と認められた場合である。中堅や中小企業の技術経営に特化した高度な専門知識習得のため、実業家教員が実例やケーススタディなどをもとに実践的に指導する。開校は平日夜間と土曜日で週三日ほどの受講と、 最終試験の合格で技術経営修士の学位が授与される。留学性別科留学性別科は日本の理工系大学への留学を希望する外国人生に日本語と大学教育受講の基礎学力育成が目的である。修了生は学習履歴や成績に応じ日本工業、大学工学部、または大学院工学研究会の推薦入学が認められる。 先端材料技術研究センター、日本工業大学の研究拠点及び、産学コラボレーション拠点として、大学、企業のニーズに対応した技術支援を行う。ファインブランキングセンター高速、高精度の進化工プロセスの開発を目指す、産学連携研究の拠点で、2003年度文部科学省、産学連携推進事業採択の研究プロジェクト拠点として建設される。 LC センター学園創立100周年を記念して建設され図書情報複合施設 LC センターとして2007年10月に開館し図書館とレストランや学習室が併設されている工業技術博物館歴史的に価値ある産業の発展に貢献した工作機械等250台以上の機械を機種別製造年代順に展示しており工作機械の7割は 胴体保存で一般に公開している。本館、蒸気機関車館、別館で構成されており、展示品は機械、機器類、大小合わせて400点以上に及ぶ。また、かつての町工場も復元してあるのもこの博物館の特徴である。また、国家プロジェクトで開発されたガスタービンエンジンなども展示し、国鉄などに 長年活躍した19世紀末英国製の蒸気、機関車も胴体保存して時々運行している。同博物館の展示物のうち178点が国の登録有形文化財に62点が経済産業省の近代化産業遺産に232点が日本機械学会の機械遺産に指定されている。工業教育研究所1971年4月に 解説され、一貫して工業技術教育のあり方、特に中学校や工業高校から大学や大学院に至る工業技術教育の実践的研究をする。工業高校と日本工業大学との遠隔授業による研究成果の一般化に監視研究開発し、本学へジュニアマイスター取得後入学した学生の現況調査と研究する。 各界有職者及び技術者による自由科目を開講している。産学連携企業教育センター企業の多彩な技術開発ニーズに講し各種専門分野の技術相談に応ずる幅広い産業交流ネットワーク育成や企業の研究開発拠点として産学共同研究ラボの開放などを行う。生涯学習センター教養講座、資格講座、本学と 学外機関との協定あるいは連携事業を行う。多様な研究成果を広く一般に開放し、地域社会の生涯学習充実や産業界の発展に寄与することを目的に、1990年公開講座センターとして発足し、1995年生涯学習センターに名称を変更する。高友会卒業生の同窓会組織で、 卒業生相互の連携と、親睦や母校発展への貢献を目的に卒業生が運営する大学の外郭団体である。講演会在学生父母、または保証人が構成し、本学教育方針にのっとり、大学と学生家庭間の連絡を密にして、大学講演、交流発展を行きよ、会員相互の親睦を目的とする団体である。基本は、実行学で、 実験、実習、製図など、体験学習で工学の本質に迫り、実工学教育で、実践的エンジニア育成を図る。普通高校出身者の学生は、工学集中コース、工業高校出身者の学生は、工学発展コースに属し、学習起用歴に応じる、カリキュラムコースでスムーズな個性育成を図る。小型船板や茶室など、目標設定して、企画から、 設計、制作、思考まで一貫して取り組む、工房教育で2から3年の長期間取り組む。目標達成の学生は、カレッジマイスターと称される。国際環境企画 ISO14001 を全学で認証取得し、教養科目に環境系科目、専門科目に環境関連した科目が設置される。教員が高等学校訪問して、 高校生が興味や関心を持つ分かりやすい授業を行い、高校生が来校して講義、実験、実習を体験する。修行期間は原則として学部は4年間、工学研究科修士課程は2年、経営技術研究科は1年、工学研究科博士課程は3年となっている。工学部には早期卒業制度が存在し、 2年次までの GPA が3.5以上、習得単位が100単位以上の条件を満たした上で、本人の申し出により3年次から卒業研究に着手することが可能と判断された場合、大学院への進学を前提に3年間で学部を卒業できる。学部では卒業までに必修科目を含め124単位以上の習得を必要とし、 毎学期20単位以上の習得が望ましいと案内されている。学期ごとの履修上限は24単位であるが、直前学期の GPA が3.5以上のものは、次学期の履修上限が28単位に拡大される。各学年に進級する際は単位要件が定められており、2年次への進級は30単位、3年次への進級は30単位、 4年次への進級は108単位と定められている。卒業の延期はセメスターで数えられ、休学は3ヶ月以上1年以内とされる。詳細は学生便欄によって規定されており、入学年度や学科によって制度が多少異なる。一つの学年を二つの学期に分けた期間をセメスターと呼び、4年間で8つのセメスターを段階的に積み上げて卒業するシステムを、 採用している。学生の就職意欲を醸成するため、1年次から4年次まで様々なキャリア教育が導入されている。1年次のフレッシュマンゼミでは、担当する教員の下で、疑似的なクラス体制を持ち、大学で就学することへの目標や意義を、明確化将来への職業感を持たせ、有意義な大学生活へ導くことを目標としている。 二年次の専門キャリアデザインでは、自発的なキャリア構築を目指し、就職活動へ向け具体的な準備を進める。三年次のインターンシップキャリア工房では、インターンシップの事前教育を含めた、希望企業の調査、分析を行い、インターンシップの成果報告会も実施する。さらに就職支援ガイダンスでは、学部三年次と大学院一年次を対象として行われ、 外部講師を招いて就職活動の実践的な対策を指導する。4年次まで続けられる学内合同企業説明会では本学生を積極的に採用している多くの企業が来校し、ほとんどの学生がこの説明会をきっかけにして就職を果たしている。資格格学科で定められた科目を履修し、卒業することにより一種教育職員免許状を 取得することができる。一種面教育職員居場を取得した者が、大学院工学研究科の各専攻で定められた科目を履修し、修士の学位を収めることにより、教育職員専修免許状を取得することができる。取得条件には、該当する一種の免許状を取得している必要がある。機械工学科の実践機械工学プログラムを卒業すると技術司法になることができる。 このプログラムへの進級は、希望する機械工学科2年生の適性を考慮して選抜される。電気電子通信工学科では、指定の科目を履修して卒業し、1年の実務経験を経れば、第三種電気主任技術者の認定を得られる。電気電子通信工学科では、指定の科目を履修すると、電気通信主任技術者の特定の科目が免除される。建築学科では、 指定の科目を履修して卒業すると、一級建築士、及び二級木造建築士の受験資格を得られる。奨学金制度学業の向上を目的とした、学内奨学金による授業料減免制度が複数存在する。入学時奨学金一期と二期が存在し、早期に行われる一期のみ、単案かつ表情平均が4.3以上必要となる。 この入試を利用して入学した学生は、初年度の授業料の半額、または全額が減免される。一般入試、センター利用入試、専門高校入試、B 工業科合格者のうち、入試の成績が優秀かつ、学業の進展が期待できるものに認定され、初年度の授業料20万円が減免される。AO コーディネータ入試による合格者のうち、 各学科2名を上限として、初年度の授業料49万円が減免される。日本工業大学学業奨励奨学金1年以上在籍する学生が対象で、学業成績が優秀なものに認定される。詳細な選考方法は、各学科により異なり、毎年度末に選考が行われ、主に該当年度の GPA によって決められる。認定された学生は、 年間50万円の授業料が減免される。ES に次ぐ学業成績優秀者が認定され、年間20万円の授業料が減免される。日本工業大学高等会小学期に1年以上在籍する学生が対象で、卒業後、高等会会員として積極的に活動し、社会の産業発展に貢献しうる十分な資質を有すると認められるもの。 他の給付型奨学金を受けている者は、付加で在学中に1回限り、年間20万円の授業料が減免される。日本工業大学大川比、高奨学金大学院に入学予定の成績優秀者が対象であり、授業料が減免される。平成24年度の科学研究費助成事業において、本学で採択された研究は33件である。 平成27年度ではさらに増加して43件となった。情報工学科、磯野春夫教授が平成20年度の文部科学大臣表彰、科学技術賞を受賞する。磯野研究室の研究成果が第6回の日本聴覚、障害学生高等教育支援シンポジウムで3年、連続奨励賞を受賞し、NHK 教育番組に取材される。 建築学科、那須秀幸准教授が共同研究する、住友林業のビッグフレーム広報が、住宅広報発のグッドデザイン賞を受賞する。w 二宗が2013年度グッドデザイン賞を受賞する。工学部である特性上、学生全員が研究室に所属して、卒業研究が課せられる。3年時に仮配属、4年時に本配属がなされ、 卒業論文、または、設計を完成させて、卒業に至る。3年次では所属する学科の研究室紹介の後、各自研究室を訪問、マッチングを行った上で、仮配属が決定する。仮配属機関では、各研究室により内容は異なるが、研究に必要とする能力の研修や、プレゼンテーション力の要請を図るとともに、研究内容を定めていく。 4年次の本配属では原則として仮配属時の研究室に引き続き所属し卒業研究を行う。卒業研究着姉妹の1年生から3年生を対象に希望する研究室で研究を行える制度がある。各研究室2名程度まで随時受け入れており、担当する教員に認められれば特別ゼミとして単位が認定される。研究内容は、 学生自らのアイデアを持ち込む、または工業高校における卒業条件となった課題研究を続けられる側面もある。委員会等体育会本部分が団体連合会賢人開示主サークル、若杉祭が毎年11月上旬に埼玉キャンパスで3日間開催され大学祭、実行委員会が準備と運営する。会期中にホームカミングデー。 建築設計競技表彰式、工業技術博物館特別展を行う。毎年5月中旬、埼玉キャンパスで、学部1年生向けの競技会として行われる、玉入れ、騎馬船、棒引きなどの競技が開催される。埼玉キャンパス1号館正面埼玉キャンパスは、埼玉県宮城町に所在している。駅から徒歩圏内であるものの、敷地の一部が、 東武動物公園と隣接し、キャンパス内は緑が広がり、多種の野鳥を見て取れるほどである。面積は東京ドーム約6個分の広大なキャンパスで約4000名の学生が通っている。キャンパスのエコミュージアム化を推進し、研究成果などが環境に与える影響や環境対策設備、機器などを面に見える形にしている。例えば、本館屋上に、 最高型の太陽光発電システムが設置され、1号館の1階ホールにその発電状況がモニタリングされている。その他にも本学が中心となった共同研究をベースに最新技術を導入して開発された高性能なハイブリッド風力発電装置も設置され、学内の夜間照明などに利用されており、 発電能力が大学で日本一の 523kW である。キャンパス内には、クリーン・グリーンエコキャンパスという標語が掲げられた看板を複数設置し、学生の環境意識向上を図り、学生ボランティアによるキャンパスの清掃を行っている。それらの試みが評価され、2012年に NPO 法人による環境対策の評価を行う。 第4回エコ大学ランキングにおいて全国総合評価で第1位となった。現在、本館に設置されている学習支援センター、英語教育センターなどが移設され、新たに発明時教育センタースチューデントプラザ、ラーニングセンター、多目的スペースなどを設置する。講義教室は多様な講義形態に対応したフレキシブルな施設となる。神田キャンパスは、 東京都千代田区に位置する。鉄道アクセスが非常に良好で、各種路線が利用可能である。皇居や日本武道館が徒歩圏内など周辺環境が充実し、最上階の日本庭園から神田が一望できる。埼玉キャンパス内学生食堂は、メニューなどがイベント情報番組、プレミアの創屈で価格に比して、ボリュームが多いと評される。生ゴミは、 コンポスト処理器で1日 150kg を100%対比化して最終源化しキャンパス外への排出はゼロでエコミュージアム化に貢献しているサクラプラザダイニングホールと LC センター内のレストランと連続した大規模な食堂群である昼時は非常に混雑するため平日12時13時は食事専用となる昼食時ではレストランと連続した 大規模な食堂として機能し、それ以外の時間帯では一部食堂機能を残し、LC センターと連続した大規模な学習スペースとして機能する様になる。スチューデントテラス創立110周年を記念したキャンパス整備で増築された。また、食堂ではないが、サービスデスクが併設され、株式会社ネットクリエイトが月土曜日の9時17時に営業している。 スチューデントホール工業技術博物館1987年、学園創立80周年記念事業の一環で、埼玉キャンパス敷地内に開設される。ムーンライト計画で開発された、ガスタービンエンジンの実物、FJR710Z エンジン、稼働状態の日本の産業を支えた、工作機械が250台以上、機種別。 製造年代順に展示され、一般公開されている。1991年以降、毎年、身近なテーマをもとにした特別展を館内にて、開催し、1993年9月から、1891年、イギリスダブス社製の国鉄2100系蒸気機関車、2109号が、胴体保存され、キャンパス内にある120メートル鉄路で、定期的に、 有価運転を行い、マスコミで紹介されることがある。1998年度、工学教育賞を受賞し、展示物は、登録有形文化財に178点、近代化産業遺産に63点が指定される。利用情報 LC センター図書館埼玉キャンパス、LC センター内にあり、私広大婚和会対象である。ゲートのカードリーダーに、学生賞、または、 職員証を触れて入館するが、問題発生時は正面入り口入館ゲートのインターフォンで対応する。貸し出しは学生証、または職員証や利用者カードが必要で所属により、貸し出し指数が異なる。利用情報カナダ研修所、アルバータ州にある研修所で、カナダ特別セミナーや、日本木造建築工房を履修時に利用する。学外施設だが、 カナダキャンパスと案内される場合もある。研修所の本館建物は歴史的裁判所を保存修復したものである。セミナーハウスゼミや部活などの合宿に利用される施設で在学生や付属校生とは割安な料金で宿泊できる。赤倉山荘山学連携で下記の埼玉県内に拠点を置く金融機関と提携している。 国立科学博物館大学パートナーシップ学生のリテラシー向上やサイエンスコミュニケーション能力向上を目的に国立科学博物館による教育機関との連携事業が行われている。日本工業大学の学生は以下の国立科学博物館をはじめとする常設店を無料、特別店を600円引きで利用できる。東京都歴史文化財団パートナーシップ会員校の 学生生活における様々な場面で東京都歴史文化財団の人的資源及び財団が管理運営する都立文化施設を活用できる制度である。学生証の提示により以下の常設店や入館が無料となり一部の有料企画店で特別割引される。私高大根は会首都圏に位置する私立高科系大学図書館のネットワークで 加盟大学図書館同士の相互協力の一環として、資料の閲覧、貸し出しサービスが行われている。単位互換協定校大学間の交流と教育の充実を目的とし、埼玉県東部地区大学単位互換協定を締結している。すべての協定校は、相互の往来が容易な東部、スカイツリーライン沿線上にキャンパスが設置されている。 アヤの国連経力育成プロジェクト世界提携校2016年に東京、明治神宮外苑のイベント会場で学生制作の木製のジャングルジム型の展示作品が燃え、中で遊んでいた男児が焼死。助けようとした父親も焼けし重傷を負った。ありがとうございます。